創造的な学びとは、ICT を活用して目標を達成するために、子どもたちが主体的に課題解決に取り組む中で、試行錯誤を繰り返しながら創意工夫をしていく学びと捉えています。本校は、この創造的な学びを実現するために、伝えるとつながるをテーマとして学習活動を進めています。この活動を進めていく上で、ICT の活用はとても有効です。一人一台の端末は、この活動をより確実なものにしました。学校が大事にしているポイントはご覧の通りです。沖本奥義学園では、創造的な学びを目指す上で、一人一台端末の活用を考えてきました。その際重要となるのが、自分で学ぶ力です。自分で学ぶ力とは、端末を道具として調べたり考えたりしたことを整理するであったりとか、自分の考えをしっかりと持つ力、また他の児童生徒の学習を参考にしたり共同したりして自分の考えを深めたり広げたりする力のことです。これまで授業の中では自分でノートに書き表していた考えを発表して共有することが多かったです。もちろんそれは今でも行うんですけれども、一人一台端末が使えるようになったことで、ジャムボードであったりとか、ドキュメントとか、クラスルーム、そういったものを活用して、クラウド上にある多くの他の友達の考えや意見を自分のものと比べてみるとか、比較してみるとか、そういった選択肢が増えてきたことがとても大きいなと思っています。また、リアルタイムで友達が学習しているその過程を知ることができるようになったことも大きな進歩だと思います。友達のリアルタイムの学びの過程を見ることで、それを自分の学習に生かして自分の考えをさらに磨き上げていく、こういった新しい学びの方法が出てきたことで、子どもたちが自分の意見を持つことにより一層価値を見出して、それを広げたり深めたりすることで楽しんで学習に参加することができるようになってきているなということを感じます。理科の実験の内容をまとめたり、国語の今の気持ちの変化を線で表したり、社会の玉川上水のことをコメントで書いて、それ を 見たりとかしています。Google とかで分かんないこととかを調べたらすぐに出てきたりとか、スライドとかで文字の色を変える時とか、画像とかをすぐに入れられるから便利です。ICT の活用を通して、様々な人とつながるというテーマを掲げ、これまでつながることのできなかった様々な人との、つながりの実現を通して学んだことを伝えるという力の育成を目指しています。特に2学年との交流は大切にしています。それぞれの学年が一つ下の学年に自分たちの学んだことや体験学習について発表する機会を年間の計画に位置づけて行っています。また学校内にとどまらず、他校や他地域など広い範囲でつながりを持てるようにしています。今回は8年生が定期的に行っている外部講師による心の授業というものについて下の学年に発表したものです。今回はドキュメントでポスターを、スライドでプレゼン資料を作成しました。特に意識させていることは、相手が分かりやすく見やすいものを作るという点です。7年生に対して、どういうふうに伝えるかというところをしっかりと自分たちで考えることによって、その点を意識しながら、スライド作りであったりとか発表原稿とかを作ってきました。自分の伝えたいことをそのまとめて、身振り手振りを加えたりしながら、その下級生、いろんな人に伝えられるのはすごくいいことだと思います。僕が工夫しているのは、自分たちがそう話すだけではなく、聞いてる人たちを巻き込んで、その聞いてる人たちにも考えさせて、自分たちが話すだけじゃなくて、その互いに考えながら、そのより理解を深めることが大切だと心がけています。私が工夫している点は、他の学年とかにも伝えることが多いので、できるだけ分かりやすい言い回しで相手に伝えることを意識しています。今回の発表とかでも短時間での発表なので、その時はできるだけ簡潔に伝えるように
やってます。 ICT を日常的に活用することで児童生徒はもちろん教員にとっても ICT 活用が当たり前ということに変わっていきました。タブレットは鉛筆や消しゴムのように学習用具の一部となりました。 ICT の良さを取り入れて活用することにより児童生徒の目の輝き、やってみようという取り組みへの意欲の高まりを感じました。また表現の幅が広がり、自分の考えを整理し深め、表現を工夫することにもつながりました。さらに多くの友達の考えや学び方を即座に取り入れることも容易になったことで、自分の考えの深まりにつながるとともに、協働的な学習ができるようになりました。急速に変化する社会の中で、主体的にたくましく生きていくことができる子どもたちの育成を図るには、知識や技能を習得させることに加えて、社会で求められる課題解決力やコミュニケーション能力、協働力などを育むことができる事業を行うことが必要です。これを実現させるためには、ICT を活用した事業を展開することが最も効果的だと考えます。ICT の活用は、主体的、対話的、深い学びを可能にします。未来を生きる子どもたちのために、教師は失敗を恐れず、互いに教え合い、また励まし合いながら果敢に挑戦していかなくてはなりません。